スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は一年太郎の ゆいまある沖縄知念太郎のゆゆいいままるる沖縄ゆいまあるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結びまわるとなります県外にも「ゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄をよくしたい日本をよくしたいとの熱い思いを持つ仲間 尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて今回は緊急事態宣言下ということもありまして弊社顧問知念上皇の著書「志高く破棄あれ」をもとに顧問と私が対談にて収録した社員向け啓発 CD から抜粋いたしまして「商いの心」「会社は誰のものですか?」 不思議なご縁と出会いを大切に叱ることは方向づけの四本をご紹介させていただきますまず著書の始めにをご紹介させていただきます会社の社内報に平成元年12月から毎月書き綴った社員へのメッセージをまとめたのがこの本ですこの原稿用紙一枚の毎月のメッセージに 私の経営理念をベースに働くことの意味について主張し職場を単に労働力を提供しお給料をもらうところにしてほしくないという願いを込めたつもりです当然ですが働くということは心のエネルギーを浪することであり働く人たちの全人格の発露ですですから働くことと生きることとは切り離して考えることはできません よく生きるるこことととは感動すす。とだと思います本気で仕事に取り組んだ人には仕事のさまざまな困難さを乗り越えるたびに小さな感動大きな感動がありその感動によって人間として深められ命の輝きとなり生きる喜びを自らの手でつかむことになると思います。私はこの本の本メッセージを通して、社員個々に そしてさらに私とつながりを持つ人との中でお互いに今何を共有するのかを問うてみたいと思います知念上皇大徳知念太郎ですそれではどうぞお聞きくださいきれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝広記はそんな住まいづくりのお手伝いをしています 25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去鉢の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝こう 商いというのは儲かるし味わい深く面白いものでやめられないだから飽きが来ないつまり商いであると教えられたことがあります100円で仕入れた品物が倍の200円でどんどん売れそれがいつまでも続けば商いは面白くてやめられないでしょうところが 飽きないはそう簡単にはいきませんうはうは儲けるつもりで始めた飽きないで損をし失敗して地獄の苦しみを味わう人が後を絶ちませんどうしてでしょうか私が教わったように飽きないは飽きが来ないという捉え方は飽きないをする売り手側が面白くて飽きないという解釈ですこの解釈は間違っています飽きないは 売り手側ではなく買い手であるお客様が飽きが来ないときに初めて成り立つものですご利用くださるあるいは買ってくださるお客様が飽きないようにするにはどうすればいいかという飽きないの根本を徹底して追求し具体化し実行できるかできないかでその飽きないの結果が出ます社員一人一人がお客様に飽きられないように感性を磨き 大切な役割を自覚し、人間性を高め続けなければ、私たちはお客様から飽きられ、見捨てられます。これが飽きないの心です。いやそうなんですよね、えー。物を買う、買わないの決定権の100%はお客様にあるんですよね。そうですよね。ですからあ、売る側が飽きないという視点ではお客様目線がないわけですから、やはりお客様の目線で飽きられないと。うん。 それが飽きないでなければ、やっぱおかしいと思いますね。あるね、あの若い青年がね、はい、その自分で企業を立ち上げたんですよ。ええ、どうして君この会社を作ったのって言ったらですね、いや僕はあの今30万給料もらってたんですよと、はい、3半ばぐらいの青年でしたけれども、ええ、で自分で商売するとね、はい、300万のお金が使えると思うんですって言ったんですよ。ああなるほど。だから自分が商売を始めたと。ええ、あそうって言ったんですけれども、彼は えー、4年後に潰れて亡くくななりましたたっっちゃった、ね、だからそのお金を儲ける儲けるそしておそらく10倍の300万を毎月こう使えるような身分になった時にはですね、ええ、それは飽きないでしょううれ、んはいね、しくってしょうがないしいい車に乗りたいいいお家に住みたい、うんはい、彼の夢は実現するでしょう、ええ、しかし彼が一番欠けてたのはお客様が飽きないように。ええ そにははどうううしたたらいいいいかかかととこを彼は考えななななったのじゃないかなそうなんですよね、うん、あ,のある電気屋さんの店員の話を聞いたことがあるんですがもう全く今と同じ話なんですけどもその店員がどんな店員かというとですね、えーまあ、簡単に言えばですよ店が売ってもらいたい商品を売ってないんですよね。 本当にお客様一人一人人の話を聞いて、えー、例えばお客様が10万円のテレビが欲しいと言ったとしてもお客さんのテレビを見る内容テレビの使い方を聞,く、うん、聞いてですねいやこれは5万円でいいですよとかもう100お客さんん目線に立ってるですから会社側が求める10万円のテレビを売ることはなかったとしてもこの5万円のテレビがバンバン売れると、うん、それで業績がすごくいいんですよね。うんうん でまた我々もそうだと思いますけれども売れた立場にですねどっぷり使ってしまうとやっぱり10万円のテレビを売りたいと思うかもしれませんが、ね、自分が今度は家電製品家電屋に行って見ている時を考えた時には過剰に高いいのを売らられる店員から買おうとは思わないんですよね,です,ね、うん、ですからありきたりな言葉ですけれども、えー、お客さんの目線に立つ立場に立てば、うんうん、本当は難しくはないと思うんですけどす、ね、私はね親父がそのな、まあ おじいちゃんだけれどもそのかつれんで大きなスーパーをやってましたでしょそうするとね子供を背負ってそれから手を引いて子供二を人連れてる主婦の方がいらしたんです買い物をたくさんしてですね私は小学生だったんですけど持持っっっってててて行行ああげげなさいお家まででたんすその時にねえんでこんなことしなきゃいけないのって買い物する人たちはね配達まで一緒にしなきゃいけないのと思ったんですよ。ししかそれがね 親父の商いだったんですそうですよね、ええ、目先の損得じゃないですよねうん、うん、ですからそういうことをね当たり前のようにこう我々言い付けられて小さい時からお手伝いばっかりさせられたんですけれども、ええ、今振り返ってみると本当にねあの世の足のかつれんでナンバーワンのスーパー作りましたからね、はい、それがうちの あの親父のね、ええ、その商船飽きないだったんですそうですねまあそういう風うにしてもらったお客さんからすればですね知念商店で物を買うには飽きが来ないうん、そうなるわけですよねそ,すよそれこそ飽きないですねそして品物がね、うん、そこに在庫がないとするでしょはいそしたら いつの何時までに仕入れておきますからってこう言うわけですなるほどいつの何時までそれまた待ってくれるわけですよねだから間違いない時間を設定してですねはい。でその日までにきちんと仕入れてでその品物に何々様ってこう書くわけですはい。そういうことをね本当にねそのいい加減ではなくてきちんとやってましたよなるほどですね飽きないの原点がそこにありますねだから相手の立場に立つというねはいそれから相手に喜んでいただけるということええ で相,相手のお役に立つということをです、ねはい、100%考えてやったときにです、ねええ、私はその地域で、はい、当然のごとくナンバーワンの企業になっていくとそそううででですすすねねね当当たり前よ本飽きないとはお客様が飽きがこない何回もリピートして何回も買いに来てくださるという、はいはい、その商売をしなさいよということですよね。はい、はい本当にそう思います 会社は誰のものですか会社は誰のものですかこの質問を我が社の課長以上の管理職者、中堅社員、そして新入社員にそれぞれぶつけてみました。誰一人として私のものと答える人はいませんでした。なぜこのような質問をするかというと、自分が勤めている会社をどれぐらい自分のものとして捉えているのか、 その度合いにによっってて仕事に取りり組む姿勢とかか関わわ方が変わってくるからですもしあなたが単に従業員の息を出ないとすればあなたにとって我が社はお給料をもらう以外に働きがい生きがいを見いだす大切な対象にはなりえません。我が社があなたのものでなければ我が社はこうでなければならないという明確な考え方を持ち 摩擦を恐れず自分の意見をぶつけることはしませんせっかくのご縁で入社してきたのですから共に泣き笑いながら会社を作る人になりませんか一度きりのあなたの人生を大いに燃えて共に生き抜いてみたいと思いませんかいやいい話ですよねせっかくのご縁で入社してきたのですから共に泣き 笑いながら会社を作る人になりませんか。うん、もうこれはあれですよね。顧問が社長時代に社員に対して一緒に会社を作ろうということを一生懸命アピールしてる。うん、なんかその気持ちがよく伝わります。私はね、えー、ある銀行でね、300人ぐらいの前で講演をしたことがあるんです。はい、たまたまその年はですね、その銀行が会社は、えー、銀行が始まって以来赤字の年だったんです。ああなるほど。 それでそれはもう公表されてましたから、はい、私が皆さんの銀行は今年の3月決算で赤字でしたよねってその赤字を救ってね黒、ええ、字にしていくのはどなたですか手を挙げてみてくださいって言ったらですね、はい、誰も手を挙げないのかなと思ったら2人手挙げたす、ええ、すごいですねそして1人は男性1人は女性でしたけれども、はい、私は壇上から降りていってですねその、えー、女子社員に「あなたはね 近いうちに支店長になれますって言ったんです。えー、なるほど。ね、それからもう一人の男性にあなたが支店長になった時き、ぜひ私に連絡をくださいって言ったんです。はい。そして彼はですね、えー、元々支店の支店長になった時私に連絡をしてくれたんです。ああ、いい話ですね。これ本当にね、えー、夜中明け方まで。 語り明かしましまたた手げはいはい、ええ、文章の中にもありますが「なぜこのような質問をするかというと自分が勤めている会社をどれくらい自分のものとして捉えているのかその度合いによって仕事に取り組む姿勢とか関わり方が違ってくるからです」うん、とありますが、うん、まさに今のお話その通りですごく自分のものとして捉えて、うん、そして、えー、すごく捉えている分だけ仕事に取り組む姿勢が違うわけですから、うんうん、やはり。 予定通りりりとといい、うん、いうかうかかか当た前しっっ長になっていくわけですよね、うん、だから私はその銀行での講演をね「はい」その入って2人の人が手を挙げたでしょ、ええ、あの時のあの瞬間のですね、はい、感動っていうのを忘れないですよ。わかりますねあともう一つですね「有限実行」「不限実行」って言葉ありますけれどもあ<ー>あのボランティアとかですね、うん、そういったものは「不限実行」がいいと思うんですが。 私は仕事においてはですね、有言実行じゃないといけないと思いますよ。そうしないと自分がですね、何を目的に何を何のために頑張ろうとしているかということが周りにも伝わりませんし、周りを巻き込むこともできませんよね。そうで,すねですから行って有言、有言、そして実行していくという。まさしくこの300人の行員の中でこの2人というのは有言実行しますと宣言したわけですよね。そうですよね。最後にもう一度言います。はい、一度きりのあなたの人生を、 大いに燃えて共に生き抜いてみ、ま、たいと思いませんか。いいですね。まあこれが仕事を超えてさらに人生まで、えー、豊かにしてくれるよっていうことを言ってるのがよく伝わりました。感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。 日日現金買取日本全国どこでも無料査定トラック買取センターアートフレンドオート希少車軽装工車アスタム車仮装もしっかりプラス査定高額買取手続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオート もう言い回るおし不思議なご縁と出会いを大切に今私たちは我が社から人が辞めていくことについて何も感じなくなっていませんか上司は辞めていく人にはそれぞれの考えがあるのだから仕方がないと思い部下は嫌になれば辞めてもいい自分の勝手じゃないかという考え方をしていませんか もしそうだとすれば、私たちは人間として大切なものを見失っています私たちの最初の出会いを思い返してみてください我が社の上司たちは、あなたが仕事の厳しさをよく理解し明るく人の心の痛みのわかる人柄であると判断し、採用を決定しましたまた、入社を決意したあなたも、人を大切にする我が社に共鳴して入社を決意したはずです もし改良すべき点があればお互いにはっきり指摘しじっくり時間をかけて話し合ってください安易に出会いと別れを繰り返すのではなくお互いの不思議なご縁と出会いを大切にしてください逃げないでごまかさないで前向きにお互い本物の関わりをしようではありませんか、えー、文章の真ん中にある私たちの最初の出会いを思い返してみてください えー、本当にそうだと思うんですね、えー、私もですね、えー、各上長に言うのがですね採用した責任というのをどう感じているのか<ー>ということをよく聞くんですねなぜならばですねこれ、あのー、私が主任の時だったんですが、えー、顧問が当時社長だったんですね、えー、自分の部署の部下を採用するにあたって二、まあ、人の採用候補者がいたんですで、まあ、僕から見れば A さんの方がいいなだけど多分会社として 平均的な見方をするのであれば多分 B さんの方が好かれるだろう、うん、すごく迷ったんです、うん、そして、まあ、当時の社長に、えー、今のことを率直に話して、えー、どっちを採用するべきかとまあ社長が喜ぶのは B さんかなと思いながらも迷いがあったもんだから聞いたんですねでその時に社長がおっしゃられたのが「君が好きな人を取りなさいと」と、はい、その代わり君がその人の面倒を責任持ってみなさいというふうに言われたんですね。はいはいはい それで僕ははっとして目から鱗が落ちてあなるほど簡単じゃないかと、うん、自分が好きな人を採用して、うん、その人との出会いを大切にして、うん、その人を責任持って成長させればいいんだと、うん、いうふうに僕は感じたのがあって僕は成長の一つだっったなと思ってます、うんうんうん、あるね、あのー、大手のレストランがあるんですね、はい、沖縄で10か所ぐらい持ってらっしゃるんですよ。でその時、ね、社長がね そのどうもねコックがねしょっちゅうめていくんだよ知念さんって私相談をしたんです、ええ、そこでその採用は誰が選んでるんですかって言ったらいやもちろん社長である私が選んでいますと、はい、そこで社長そのね料理長に選ばせなさいって言ったんですよ。あ 料理長あなたが育てるんですよって一言言って、はい、やっったたら定着したって言うんですすよよこれよくわかります、うん、先ほどの例もそうなんですが僕がその部署の長で、うんえー、自分の部下だったからなんですね。うんうん、ですから今顧問がおっしゃられたように、えー、この顧問の話との以前から僕も指導を受けてたので、えー、社員を採用する時には同じようにしてます。うんはい、ただ上司として もしくは社長としてですね、うん、僕から見える注意点をしっかり話した上で、うん、それも含めて判断しなさいよというアドバイス的なことはしますけれどもやはり直の上司に対してこの責任とですね思いというものを深く持ってもらいたいという気持ちから私もそうしてます、うんうん、私がねその辞めていってしまう人のことを考えるときはです、ねはい、この人は、我が社を辞めていくかもしれないけれども同時に別の会社に行って通用するんだろうかと。 そうですよけいな心配ではありません。ええということは、ですから君、もうちょっとねあと2年頑張って結論を出してくれないかとかね、はい、なぜ辞めるのかということをしっかり話し合っていかなきゃならないわけです、ええはい、で彼の人生に関わることが同時にですね、はい、社長であるあるいは上司であるこちらの学びになっていくんですよああのそれは本当にそうだと思いますしあの、実際私もそういう経験結構ありまして。 えー、部下が辞めたいって話を何回も聞いたことあるんですね、はい、ただ僕いつも言うのはその時に辞められたら、えー、社長として困るとかっていうのを一旦置いておいてですね、うんえー、先ほど申し上げた採用した責任を果たそうという気持ちに立って話するんですねですからまず一番最初に言うのは君が辞めた方が幸せになるのであれば辞めていいよから僕は始めるやつなですぜならばああなんて言いますかねあのー 僕がですよ会社のために辞めてもらいたくないみたいなのを相手に伝わってもらいたくないそんな気持ちないのを分かってもらいたいからなんですね。そして君が幸せになるんだったら辞めていいよと、うん、ところでなぜ辞めるのと本当にそれは辞めることが幸せなのと、うん、いうことを一緒に模索するようにしてるんです。うん、だから私はよく言うのはね この会社ではなくてはならない人になったときに、はい、君はよそでも通用するとそのレベルになったらやめなさいというわけですよ。はい、<laughs> ところがこの会社で必要とされる通用するようなレベルに達するとですね、はい、大体やめないですよ本当、はい、そうですねですからごまかさないで前向きに本物の関わりをしようではありませんかと私書いてあるんですけど、はい、本当にその通りだと思います。またあの安易に出会いと別れを繰り返すのではなく お互いの不思議なご縁と出会いを大切にしてくださいってありますが本当にこの出会いをですね、はい、大切にしたいなって思いますねす、はい、叱ることは方向づけある日部下を叱れない上司にどうしてあなたは部下を叱れないのですかと問うと勇気がないのかもしれませんという返事が返ってきましたこの上司は大きな勘違いをしています 叱ることに勇気は必要ないのです。必要なのは、上司としての考え方や使命感です。叱ることは、部下を正しい方向に導き、ビジネスマンとして成長してもらうための大切なことです。勇気を奮い起こさなければ、部下を叱らない上司は、部下の成長と会社の発展を念じ、部下を叱ることが自分の仕事であり、大切な使命だという考えがなく、 その企業で上司としての使命を全うしなければならないという、自分の人生哲学がないのです。部下の一人一人の成長がイコール会社の発展です。ですから、部下を叱れない上司はダメな人で、きちんと叱れる上司を立派な上司として評価するのです。いや本当ですよね。えー、部下を叱れない理由が勇気がないかもしれません。と。これはもうまさしく僕も大間違いだと思いますし、 えー、顧問が書かれているようにですね、やっぱり使命感ですよね。うん、あの、うん、特にですね、これ私もお部下にこれ話しするときにはあの子育てに例えるんですね。あ,はい、あなたがじゃあ子供を叱るときに勇気いりますかと。うん、それは誰だって嫌われたかはないですけれども、うん、やはり子供にですよ、うん、いい方向に育ってもらいたい、幸せになってもらいたい、その思いからやはり叱ると思うんです、ね、そうですよね。ところが会社に行くとですね、この部下というのが 他人様なわけですよ他人様でね叱った時に反発してくるんじゃないかと、はい、これが勇気がないからかもしれませんという言葉になってしまうわけですよ、うん、表面的な返事ですね、うん、だからこれがねあのその部下を叱るということはその自分の大事な仕事なんだという理解がされてない。 そうですね、ええ、また部下のあるべき姿というのが、うん、多分イメージされてないので今の現実とあるべき姿をこうどう埋めようかという問題意識がない、うん、そうなんですね、えー、そうとも言えますねだから何月何日までこの仕事をちゃんとやってくれるって言って部下が分かりましたと言ったと、はい、ところがその何月何日の時間になってねっ「○くんあのお願いした仕事をちょっと持ってきて」って言った時にですね「ええ、ああやってません」「はい忘れました」 その時にですね、君は僕が仕事を言いつけたと書かなかったよねって、ええ、ねそれからもう一つきちんと聞いてないそういうことを今後も君は仕事を続けていくのかと、はい、じゃあお客様との約束も君はか簡単に考えてその約束を果たさないのかと、ええ、これじゃあねどんな会社に行ったって君は通用しないよと。はい いう風な叱り方をしなきゃいけませんよね、うん、本当にその通りですね、ええ、ですからあのーまあのま上司から見るとこの部下のあるべき姿が見えてないのと同時に、うん、今顧問がおっしゃられたようにえお客様の困った姿、うん、もしくは迷惑をかけてしまっている自分たちの姿、うん、それが見えてないんですね、うん、ある日ねうちの社員が遅刻をしてきた人がいたんですよ、はい、そしたらそのうちの役員がね、ええ、君遅刻をしたらダメだよって言ったんですはい なんで遅刻をしてきたの?」って言って、ええ、言い訳を聞いてそれでおしまいだったんです、はい、ああこれじゃいかんと思ってですね、うん、この遅刻をした社員とそれから、えー、その役員を呼んで、ええ、俺がお手本を示すからなって言って、ええ、私言ったんで君ね仕事はとてもよくよくできる男なんだって君は、はい、ね通信簿で言えば 4, 4か4.5ぐらいで、ええ、かなり優れてるしかし君が遅刻をすることによってね、はい、その 1時間前に来てる社員とか、ええ、真面目に遅刻をしない人たちにやる気を失わせると会社にの大きなマイナスを与えてるんだと、はい、それともう一つ君はこの遅刻によってあと23回遅刻をするとねそらく私は君をこの会社にはもうい,いらないよと言って不、ええ、にしてしまうかもしれないと、はい、よその会社でも同じことが起こるよと言ったんですね。だから自分の人生を大事にするということで子供が2人いて、ええ、奥さんもいるのに ね、自分をね、粗末にするなってこう言って叱ったんですよ。はい、いい生き方をしなさいとこう叱ったんですよね。えー、それから彼はね、遅刻を一切しませんでしたよ。なるほど。まさしく今の叱り方っていうのは方向づけですよね。はい、ええー。ですから、そういうことでですね、その叱るっていうことは。社員をね、どんな生き方をしなきゃならないかという。方向づけですよ。まさしくそう思いますね。うん、使命感がある方向づけ、えー、そういう叱り方ができる上司になりたいもんですね。うん、そうですね。 日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできるひと品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆイまるルしなさん 皆さんお聞きいただきましてありがとうございます弊社顧問知念上たの著書志高くはけあれ」をもとに知念顧問と私が対談にて収録いたしました社員向け啓発 CD から抜粋いたしまして「商いの心会社は誰のものですか?」「不思議なご縁と出会いを大切に叱ることは方向づけ」の4本をご紹介させていただきました冒頭でもご紹介申し上げましたように えー、弊社顧問の知念がです、ね、社長時代の平成元年12月から、えー、毎月書き綴った社員へのメッセージをまとめたのが「志高く吐き荒れ」という形になりましてどのような使い方をしたかと申し上げますと、えー、この社内法自体は原稿用紙1枚400字詰めということではありますけれども。 えー、これを元にしながらですね社内報がそこから発行されてきました、えー、と各部のご紹介や、えー、と新入社員の紹介、えー、そしてお子さんのご入学やご出産そういったもののお祝い事そしてお客様からですねいただいたあ,ありがとうとか感謝の言葉をまとめたちょっといい話というような形でですね、えー、A 産用紙ですね1枚分を毎月発行いたしましてそれをお給料袋の中に入れまして。 奥さんご家族の方とお父さんが働いてる会社お母さんが働いてる会社では今このようなことが起きてるんだよということを見ていただいたりしましてそしてこの社内報におきましてはですね、えー、各部で、えー、とミーティングをしましてこれを読んでどう思ったかっていう感想をこうみんなに言ってもらって。 そして自分に振り返りフィードバックしていただいた中で、よりよく会社で働いてもらいたい、感動する仕事をしてもらいたい、そして人生を豊かにしてもらいたいというような形で活用させていただいておりました。はい、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございました。